皆さんこんにちは、今日はウクライナ人学生が学費トラブルについてということでお話ししようと思います。昨日でですね、侵攻から1年ということで、ウクライナ人が日本にね避難してきているんですよね。でこれまでのところウクライナ人が犯罪を犯したとかね、捕まったとかいうニュースは私が知る範囲では聞いたことがないんですよね。これはね関心なことだなということで、いいイメージを持ってたんですよね。ところがですね、今日お題のような内容の報道が出てきたんですよね。本日2月25日の毎日新聞の記事、タイトルは学費トラブルで法人理事長が会見、ウクライナ人は難民貴族というね、タイトルになっております。本文を読むと、ウクライナから逃れた学生と前橋市内で日本語学校を運営する学校法人日本アカデミーが学費をめぐってトラブルとなっている問題で、学校法人の清水なんとか理事長が24日県庁で記者会見しっていう、こういう状況みたいなんですね。この法人と学生が学費をめぐってトラブル、トラブルっていうか、私の印象はその学校がなんかごねてるみたいなね、そういう印象を受けますが、以下ですね、報道内容を前提にお話しします。この記事を読んでですね、理事長の言葉がいろいろ載ってるんですけど、なんか関係がないことを言って相手を悪者扱いしているみたいなね、そういう印象を受けました。その確信はどこかというと、学費は無料だということは理事長も認めてるみたいなんですよね。でその無料の期間、いつからいつまでが無料かっていうところで、なんか対立がありそうだなっていうところで、理事長は学生が自立するまでの期間だと説明してきたっていうね。だから自立したからもうその期間は終わったんだっていう意味だと思うんですよね。ところが一部の学生は、一定期間は学費は無料と説明されていたのに、期間内に支払いを求められたというふうに言ってるんですよね。だからこの学生の言い分で、その一定期間がいつからいつまでだったかは判断材料がないんですけど、その無料の期間内に請求されたおかしいっていうね、ことで、こういう食い違いがあるということは、受け入れ時の条件がどうだったかが問題なんですね。だから要は無料の期間がいつまでだったかっていう話なんですよね。で記事は短いので、それ手がかりはないかということで、記事のリンク先にメールがね、の画像がね載ってるんですよね、英語ので。そこに、日本語でね、説明文は、ウクライナにいる学生に学校法人の関係者から送られたメール、前橋市からの支援を前提に住まいと学費は無料などの記述があるということで、ということは学生がまだウクライナにいた段階で、その学校、この学校法人の関係者がメールを送った、そのメールですよっていうね、英語の画像があります。英語なんで、ちょっとね、必要関係する部分を訳してみました。しかし私たちが支援するので、あなたは日本に来れば最大限自立できます。まず私は前橋市役所から毎月金銭給付を受けられるようにします。その金額は日本で生活するのに十分です。家賃と授業料は無料なので、その金額で余るぐらいです。したがってあなたはお金を節約し、帰りの飛行機のチケットを買うことができます。っていうことな感じなんですね。で、それに続いてね、ずっと日本にいてほしいと思っていますみたいなね、すごく年頃なっていうかね、手厚い感じのね、大学とかね、就職先も用意しますよみたいなね、そういう、こういうね、メールもらったら嬉しいなっていうね、すごい、その手厚い感じのね、内容のメールになっております。というわけで、さっき読んだところ、家賃と授業料は無料なので、はい、無料と書いてありますね。しかもこのメールではもう期間とか全く載ってないから、こ
このメールの通り、このメールの後はそのね話が変わったりしていない限りは、つまりずっと無料っていうね、だから日本アカデミーに入って卒業するまでの授業料は無料というふうに私は理解しました。まあその何か特別な事情だから途中で話が変わったり、例えばね条件が付けられたりして、それを学生が承知した上で日本に来たとかいうね事情があればね話は別だけど、それがない限りはまあこの条件で来たんだなっていう、まあねこのメールがまあ少なくとも一人には怒られたんだろうけど、まあこれをねみんなに送ってたら、まあみんなその条件で来たということになりますよね。でまあそのこのメールを送られた学生に対しては、この、まあ、特別な事情がない限りはこの学校は無料だっていうね約束をしたことになる、と私は思います。だから約束は守られなければならない、これはね自由な社会の基本、なんでこの学校は約束を守ればいいだけ、だと思います。でですね、ちょっと記事のリンクにもう一つね、まあ、重要っていうかね、紙っていうかね要配布資料の、まあ、画像があったんですけど、すっごくね縮小小さくされているね、字がすごい細かいですけど、まあそのなんか結構あの大事なこと書いて、大事っていうかあの興味深いこと書いてあったので、まあちょっとこちらも取り上げます。日本語の説明文、これはあの資料もあの説明文も日本語です。ウクライナから避難してきた学生に昨週配布された資料、学費の支払いを求める理由などについての記述がある。学生さん避難民に提出された案内について、学生さんの意識とは別にあくまでもアズガイドであり日本語の目安です。それは当時政府の支援めどが立たない中、最大の支援の可能性として提示した内容であり、契約でも約束でも、で、あの画像が切れてるんですけど、まあ契約でも約束でもありませんっていうところだと思うんですね。で、あの、ここも途中からね、中、アズガイドとはいえ、そうならなかったことは事実であり、案内の記述内容に誤解を招く要因、不備があったことについて、学校として陳謝します。まあ謝ってるんですよね。なこのアズガイドって、どういう意味ですか？ガイドだから便覧とか案内とかいう意味でしょうね。でもそれがなんか目安とかいうそういうあやふやな意味になるかっていうと私は疑問なんですよね。ガイド渡したらその通りですよね。学生便覧とかもらったらとかね、案内資料とかもらったらその通りだと理解するので、それ学校が出した案内をなんかすごく目安みたいなね、もうそれはあの意味がないんですよみたいに言ってるところがなんか非常に苦しいなみたいなね風に感じました。その後丸1丸2丸3となんかすごくあの理由が書いてあるんですけど、まあ、あのちょっと意味がわからないというか何言ってるのかなっていうような理由に感じました。でですね、まあ最後の部分がこの重要だと思うんですよね。で払ってくれっていうね、要は授業料払ってくれって言うんですけど、そのなんかね3つだからなんていうか丸1丸2丸3の3つの案を出して、第1希望第2希望第3希望、第1希望ダメなら第2希望、第2希望もダメなら第3希望でお願いみたいな書き方なんですよね。でその第3希望はもうねその用紙の関係で写ってないんですけど、丸1案イコール授業料ですので学校に入金してもらう、まあ、当たり前やんっていう話ですよね。で丸2は途中からなんですよね。の人たちへの救援資金として当学校法人理事長が代表を務める NPO 法人かっこ OMO FUND かっこ閉じる OMO ファンドですかねの活動資金として入金かっこ転用かっこしてもらう。で丸さんはまあ映ってないということで、まあなんかちょっと話がなんかおかしくなってきたなっていう感じなんですよね。でしかも一番下にこういうふうに書いてあるんですよね、まあ、ここも途中から途中までなんですけど、内容を多言することは言うことも聞くことも慎むべきことであり、
仮にこれ、それかな、これ過去学校の立場に対する点点点点っていうね、まあ以下映ってないんですけど、まあ、この紙ですね、要は理由になってる部分は関係がないとか、理由にならないことを並べているなっていう印象を受けます。でですね、まあこの、まあ動画にしようと思って、まあ読んだりして考えてたんですよね。で、これって結構悪質な事案なんじゃないかと思い出したんですよね。いい条件を提示して日本に来させると。来たら条件を破る。で、お金を払えという。まあその日本の、私学、特に私学とか、高校とか入学すると、やたら寄付のお願い、寄付のお願いって来るんですけど、まあそれとなんか似てるような、いや、もっとなんか悪質なような、そんな印象を受けました。ね、なんか、来るまではいいこと言って、なんかね、手厚い感じ、年頃ずっといてほしいみたいなね。で、来たらなんか手のひらを返してるみたいなね。で、まあ、しかもですね、そのさっきの丸2案ですよね。授業料を理事長が代表している法人に転用してもいいのかっていう話ですよね。これは授業料の横流しみたいなね。まあ、そのポケットに入れるんじゃないんですけど、その理事長が代表の法人に入れちゃうっていう、そういうのをそもそもしていいのかなっていう、これはおそらくなんか背任っぽいなんか匂いを感じるんですよね。なんかそれっていいのかなっていう、私はちょっと疑問を感じるんですよね。というわけで、まあ私はですね、まあトラブルって言ってるんですけど、まあ学校側がなんか無茶を言っているみたいなね、そういう印象を受けました。まあ支援が過剰だとかね、まあ難民貴族だとか言ってるんですけど、まあそれはまた話が別なんですよね。学校は、約束を守る、それだけでいいと思います。いや、それをしなければいけないと思うんですよね。でも学生は1円も払う必要はないと私は思います。でもこの最後の多言を禁じるところが穏やかでないですよね。まあやましいところがあるのではないかなというね、そういう疑問をね、持ってしまうんですよね。で、しかもまあその相手の弱い立場を利用しているのではないかっていうね。それはその難民貴族とか言って言ってるけど、外国に来て自分とこの法人に通ってる学生ですから立場弱いですよね。それを利用してるんではないかなっていう、そういう疑問がね、出てくるんですよね。で、まあこの最後のところ、その多言することは言うことも聞くことも慎むべきことであり、いや全然慎まなくていいですよ。で、そのこの続きになんか脅しのようなこと言っていないかっていうのがね、気になる、言っていないかっていうかね、書いていないかっていうのが気になるんですよね。その、仮にそのようなことがあれば、分かってるなみたいな、なんかそういうのあったら、なんか、それは本当に大問題だし、最後の部分ちょっとね、もうちょっと大きくしてちゃんと全体を映してね、報道してほしいなというふうに思います。というわけで、まあ私ですね、この日本語学校っていうのが、まあ、どういう位置づけかとか詳しくないんですけど、もし文部科学省の指導監督下にあるなら、まあ指導してほしいなというふうに思います。要は約束を守りなさいみたいなね、ということで、まあそういうふうに私は思いました。でですね、まあ、この作集の紙ですよね、すごい縮小されてる紙なんですけど、日本語が独特なんですよね。で、そのなんか、あるとかあってとかは、存在の在、あの在って、まあ確かにそうなんですけど、そう書く日本人って、まあもう少ないですよね。こういう、なんか、その、学校がこういう文章を書いてるところで、日本語を学んで、その日本語が、その、質が、レベルが高い日本語を習得できるかっていうのが、その私はすごく不安に感じました。というわけで、まあご視聴ありがとうございました。